あれ駐車場いっぱいかい？いや、いっぱいかもしれないけどね。あら。あらら。やはりみんな梅を感じてんのかな。そうだね。うん、梅を感じたい年頃なんだね。うん、まあ、しょうがないか。もう、行くか。うん。でももうね、3時だからな。そうだね。そろそろね、私たちの。あ、また出てきたね。出てきてるから、いけるんじゃん？うん、いけるね。それはいけるでしょ。それはそうよ。だって私たちが2回目だからね。そう、本日2回目の。あ、2回目は、2回も足を運ぶことなんか、そうないね。うん。劉備はね、3回足を運んだと言われてるけども、うん、私たちは2回運べば十分だよね。そう。あれ、外にまで止めてる？もしかして。ね。ひょっとしたらでもこいつらは駐車場がなかったから外にいるけど、今出てきてるやつも多いから。そうだね。空いてると信じよう。空いてるかな。あ、空いてる。空いてた。よし。やっぱり普段いいことはするもんだね。してた。してたっけ、父ちゃん。いや、わかんねえ。あ、でも空いてるね、もうそことかもね。あ、ほんとだ。人がいるな。うん。行ってみるか。よし。あ、ポツポツも空いてるね。うん。やはり時間帯もね。そうだね。さ、久しぶりのお散歩動画も、うん、撮れそうだ。チキン、あ、閉めとかないと。オッケーし。到着。いや、風強い。はい、印旛沼公園、印旛沼の公園にやってまいりました。さあ、て行きましょう。あれ、親父さんどっか行っちゃったの？寒い。寒いね。20m。 いやー、寒い。風が強い。この寒さだけはどうしようもないからな。日が当たってても寒いって。どういうこと？おやじさん、本当どっか行ってたな。寒い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 。語彙力がなくなるぐらいに寒い。あと最後、寒いね。しっかりと、もう咲いてます。
いやー、綺麗に梅が咲いています。強いから、うん、もしかしたら風の音がすごいかもしれないけど、うん、それなりに撮れるからさ、うん、じゃあいいね、結構マイク精度もいいのかじゃあ。そう、環境は多分ね、すごい撮れると思うんだよね、うん、うん、まあ、展望台もほらあるからさ、そうだね、うん、展望台まで120ね、風がね、風はやっぱり冷たいね、冷たいね、こんな風にやってもさ、うん、あ、そう、いいのか、そう、ちゃんと、あの、なんていうの、うん、編集で横向きになってなるから、うん、それを戻せばいいんだよ、そうそうそう、やっぱり鼻水がくしゃみが止まらなくなっちゃう。鼻水とくしゃみが止まんないや。すごい白いね。そう、白い。今がなんかモコモコしてるね。うん。
かなり綺麗に咲いていた。思った以上だったな。さすがに今日梅の花を見るなんかなんとか会みたいなやつだけど、まあやる価値があるぐらいしっかりと綺麗に咲いていて良かったです。寒いから戻ろう。さあ行きますか。冷たいね、うん、大丈夫だ。大丈夫よ。行きますか、うん、寒かった、寒かったね、うん、寒かったけどでもなんか気持ちは良かったな。なんか、うん、久しぶりに外の空気はいいね。確かに